地名、地名、地名とは土地に対して付けられた固有名詞。地名は、講義には住居地名、行政地名、自然地名などがあるのだが、競議には自然地名を含まない。地名は厳密に言えば、あくまで厳密に言えばだが、地表面のある部分やある範囲に付けられた故障であり、広さという観点からは、地点、点を指す名称から、 一定の地域を指す名称、そして広大な地域を総称する、いわゆる地方名まである。古く、地名という言葉は一国の領土の中にある比較的小さな部分の名と考えられており、国名や海だが地名の一部と考えられるようになったのは20世紀の半ばを過ぎてからである。なお、住民の生活に密着した地名の他に、 学術分野で取り上げられるだけで、ほとんどの住民が知らない地名もある。地名は普通、富士山の山のようにそれが何であるかを表す総称詞と、富士のようにとの山と区別して、どのようなものかを形容する固有詞で構成されるが、総称詞を書いて用いられることもある。どのようなものが、どのような場合に総称詞を書くかは、各地名個別の問題でもあるが、言語によっても違ってくる。 中国語では、集落、村落や都市名には漢字二字からなる地名が圧倒的に多く、山や川などの自然地形は一字が多い。字数が多い地名は大抵外国語に由来する地名である。地名専用の字が多いのも中国語の特徴である。日本と朝鮮は中国の影響で漢字二字に地名を改めた歴史を持ち、その後も長く二字表記が 暗黙の規制として働いた日本は713年、和道6年に発音はそのままで、好ましい字二字で地名を表記する、一斉に表記を改めた。朝鮮は、三国時代には漢字の音を借りて、地名を表していた、リート文字と呼ぶが、統一しの七の757年に、慶徳王が中国風の漢字二字の地名に変更した。日本語の地名は、 漢字と仮名の二本立てでできているので、両者が乖離したり片方に引き寄せられたりして複雑な様相を提出する。七百十三年の工事に辞令の時に発音と乖離した文字を付けられたのがこれで、これが字に引きずられて読みが変わることもあった。この種の変化は誤解から生じることも意図的に変わった表現を取ろうとする思考から生じることもあり、 一つの地名で複数の表記や発音が競合することも珍しくない。定冠詞を持つ言語では、どのような地名に定冠詞をつけるかが言語ごとに異なっている。地名の由来の探求は、地名学の中心課題である。信頼できる文献で残されている由来や、実地系との対象などから確実しできる由来もあるが、諸説あって定まらないもの、全く不明とするしかないものも多い。 判明した由来は非常に多様であるが、言語、地域や時代による傾向の違いを乱すことはできる。命名の方向から大きく二分すれば、その場所の特徴から取ったものと、命名者の願望、思想をつけたものに分かれる。地形の特徴から地名を作るのは、数多い一般的な命名方法である。特に小範囲の地形、古い時代につけられた地名に多い。 自然改変の結果やその場所の施設、機能に由来する地名が付けられるの、その種の活動が出現しなければ出てこない。地形の他にも、その場所の様々な特徴から、地名は作られる。そこにある動植物のような自然物、田畑など中は人工的に作られた特徴も、地名の一部になる。由来となった特徴が消えても地名はなかなか変わらないので、地名が、 過去の様子を推測する手がかりになることがある。山や小さな山など普通名詞そのものが地名になる場合もある。地元の人しか言及しないような小地形では、それだけで場所の特定ができるため、この種の地名が多くなる。こうした地名でも、その言葉が死語か古語になっていたり、外国語起源であったりすると、他の場所と区別する固有名詞としての機能が備わり、 地名として定着しやすくなる。発見者、偉人、成人のほか、命名者が個人的に愛着する人の名を取った地名である。神の名を付けた者も、命名の同期は人名に似る。南北アメリカ大陸には特に多い。起源になるのはヨーロッパ系の人物だけとは限らず、先住民の名を取った者もある。古くからの地名を捨てて、偉人の名に改めることもある。 二十世紀にソビート連邦をはじめとする社会主義国では、旧来の地名の相当数を革命家の名に解消したが、その多くは大政法介護に戻された。非社会主義国にもあり、これもまた後に戻されてしまうことがある。ヨーロッパと南北アメリカでは、個人を検証する目的で通りや公園の名を付けたり変えたりするのがごく一般的である。日本や中国に、 そのような習慣はなかったが、中国には二十世紀になって西洋文明の影響でそのような命名が広まった。日本では江戸時代の神殿の名に開墾者の名をつけることがあった。明治時代以降にも開拓地の地名で人名から地名をつけることがあったが、数はあまり多くない。地名と人名は相互に転化しうる密接な関係を持っているが、人名から地名になる例より、 地名から人名が作られる例の方がおそらく多い。イングランドでは居住地名で生を生まなかった者の,の方が珍しいと言われ、日本文字上は同じである。人間集団と広域地名の関係は個人名と地名の関係より密なものがあり、部族、民族の名と地方、国の名が対応するのはごく一般的であり、例えば地名、日本と民族名、日本人。 民族名、エゾと地名、エゾ地などがそうである。氏族や一族の居住や移住によって比較的小さな村落名が人間集団の名で呼ばれることもある。中部ヨーロッパには民族大移動時代の痕跡を残した小地名が多く残されており、中国にもある一族が集まって住んだところにその姓を冠して付けた地名が残っている。 住民の職業から地名をつける場合もある。日本では近世の城下町の建設期に職業を冠した町に職人を集中させた、魚町、家事町など、集中はやがて解消されたが、町名は各地で残った。城、港、大きな公園など広い面積を占める施設の名称は、その範囲を指す地名としても用いられる。 施設が目立った目標となってその周辺の地名になることもある。この場合、施設名に前、脇などを添えることもあるが、施設名をそのままを地名とすることもある。少数であるが、会社、宗教団体の中から取った地名もある。地名そのものも地名の由来となる。これにはいくつかの方法があり、まず、新しく発見、開拓した土地に、 故郷の地名を付けることがある。発見、開拓で命名された地名を多く用している南北、アメリカ大陸には特に多い。イギリスのヨークからアメリカ合衆国のニューヨークなどがその典型例として挙げられる。日本の道の区国の軍や里には関東地方の軍や里と同じ名のものがいくつかあるが、それらは関東からの集団移民が作った軍だと考えられている。元の地名に 心を意味する語を関することもあるが、そのまま取ることもある。そうしたことと別に、山や川の名を都市の名にするなど、ほぼ同じ場所にある別の地名から名を取って、総称しだけ変えることもよくある。時折は近くとは言えない距離で取られることもある。例、札幌市から札幌岳など、地名に方角を関した形の方角地名も、地名由来の地名である。 地名は範囲を拡大したり、縮小したりすることもある。古くからよくあるのは、狭い範囲につけられた地名を、より広い地域、地方の名称に当てることで、例、泉郡から泉国など、広い地域の地名を狭い範囲に当てるのは、時代的に新しい現象である。二つの地名から一部ずつ取り出して、別の語を組み立てた地名は、合成地名と呼ばれる。 漢字二字の地名二つから一字ずつ抜き出して、別の二字地名を作り出すのが典型である。三以上の地名から作る例もある。日本で市町村合併時に作られることが多いが、台湾にもある。基準となる場所からの方角。国や地方の中での位置から付けた地名。元となる地名に方角を冠したり、単に方角のみで地名あるいは、地名の固有詞部分とする。東。 西、南、北は、世界中に現れる地名で、方角地名と言われる。土地の高さで分けるときには、こう、低や上下が用いられる。時刻やその中心部から見た円、金もあり、これを前、後で表すこともある。漢字二字の慣習的制約がある東アジアで、方角地名を作るときには、二字の地名から一字を取って、それに、方角、位置をつけることが多い。例 台湾から台北など。また中国では人影で独特の使い分けをする。川の北、または山の南にある都市は川、山の名に洋をつけ、川の南、または山の北にある都市には川、山の名に影をつける。洋は日光がよく当たるところで、影は影になりやすいところなのである。中国では関洋市など、日本では 山陰地方や山陽地方などに見られる。また、日本ではことである奈良や京都との距離などで、前、中、後をつけられた地名も数多く存在する。特に旧国名に多い。例。美前イコール和い詞は、美中イコール笠岡、新見、貧乏イコール福山、尾道、筑前イコール福岡、筑後イコール久留米、命名者の願いを込めた地名を随称地名という。 めでたい喜ばしい言葉をつけた地名である。元の地名の意味や響きが不吉だとして改めることもある。例えば、日本の北海道にある、千歳市の、千歳はもともと、死骨であったが、死骨に通じるという理由から解消されている。移住者を呼び込むための宣伝で快適な地名をつけることもあり、その古く有名な例が、グリーンランドである。20世紀後半の日本では、 不動産業者が宅地として開発した土地に、宣伝目的で快く響く地名をつけることが多く、なされ、実際の地形とは関係なく、丘、台をつけるなど、山の手を意識した名称が見られる。随称にも宣伝にも当てはまらず、笑いを取るために付けられた地名もある。日本の地名に多い字について、国土地理院の空間データ基盤2万5 0 2万5 0分の、 一地形図の地名に関して調べると、次のような結果となる。町、川、目、手、田、山、王、の中、沢、上、原、谷、下、西、東、三、一、小、二、の、場、新、島、木、南、本、北、内、寺、高、平、井、上、矢、先、の、松、地、宮、石、水、四、 大いがひ町八五ょうはち前を池村しつまえいわいけん口岡浜かはまさきにしえくらしろみうらきちそのおきさしごもきねほるなまんじょうたきぽはたけしろむさきんかわつきろくちゅうふくいつみくろぶてんふこて 日本では、蒸気のような宅地開発や市町村合併に加えて、住居表示法施行、1962年によって、新たな地名や、合成地名が誕生したり、古来の地名が消滅したりしてきた。こうした動きには、批判的な意見もある。地名の保存を強く訴えた、民族学者の谷川健一は1978年に、 地名を守る会を発足させ、1981年には日本地名研究所、地名権を設立。地名権を母体に、博物館を作る構想は立ち消えとなったが、神奈川県川崎市教育委員会の地名資料室に引き継がれている。石川県金沢市や東京都千代田区などでは、旧町名復活運動が進められ、一部は実現した。 言語はその和社の居住範囲の地名だけを表現できれば良いというものではないので現代の言語は当然に世界中の地名をカバーしなければならないそこで一つの対象について正しい地名は一つでなく言語の数だけ地名があるということもできるとはいうものの和社の身近にある外国地名もあればほとんど用いられず意識されることさえない外国地名もある 外国地名にはほぼ例外なくその場所、あるいは近辺の居住者によって、現地語の地名が付けられている。それらを次元語に転写するだけで済むなら、外国地名固有の問題はないはずであるが、実際には、現地語とずれることが珍しくない。ずれが生じる理由は様々にある。国、地方のような広域地名では、自称で生まれた地名と、 周辺から呼んだ地名が初めから異なることが多い。そうでなくても名の意味を受言語に訳すことで別の呼び方になることがある。現地で地名が変化したのに周辺言語が古い地名を保存することもある。複数言語の住民が混住する地域で民族、言語によって地名が異なる場合には国境の変更によって公的な現地語が変わることになる。文字を共有する別言語で 発音と表記の対応方法が異なる場合には、現地ごとのズレは避けがたい。中国語では、漢字表記が定まっていても、方言差のせいで、標準語、広し通話である、北京語の発と現地の発音が異なるところが多い。こうしたことはアルファベットを共有する、ヨーロッパ諸言語の間にもあり、綴り字が同じでも発音が異なることがある。例えばチリは、現地のスペイン語で、チレというが、 英語では地理のように発音する。各言語の影響力の違いも外国地名の決定要素として無視できない重みがある。影響力のない小言語の現地地名よりも大言語が外から呼ぶ地名の方が他の言語に採用されやすいのである。20世紀後半から 外国地名についてはできる限り現地での呼び方を尊重するが、自国語で慣習が根強い場合にはそちらを優先するというのが世界的な傾向になっており、徐々に慣習的な表記を改める動きもある。2016年に国土地理院は地図に記載する地名等に関する英語表記ルールを決定した。英語表記ルールでは、 地間方式と追加方式の二通りを定め使い分けることとしている。上記のように同じ土地に対して周辺住民による故障が複数ある場合だけでなく探検や交易、征服、植民地化などを目的にやってきた外来者が地元故障と異なる地名をつけることも珍しくな。例えば、ヒマラヤ山脈にある世界最高峰をエベレストと命名したのはインドを統治していた。 英国人であり、それ以前から山独のネパールではサガルマータ、チベットではチョモランマと呼ばれていたエベレシト名称。オーストラリアで原住民がウルルと呼んでいた巨大な岩山はイギリス植民者によりエアーズロックと名付けられが、近年は現地においてウルルの故障が尊重されている。民族問題や領土問題、海洋権益をめぐる国家間の争いが生じている地域。 海域では、地名とその国際的な通用性も、対立の一部となることが多い。例えば竹島について、島を占拠する大韓民国は、独島、独島と呼称している。また、東欧のマケドニア共和国に対して、その国語を南隣のギリシャは認めず、変更を要求している、マケドニア共和国マケドニア故障問題。長らく地名はもっぱら地球表面にのみ関わるもの。 ばかりであったが、そうは言っても月の特定の場所には、地名が付けられることがあった。月探査が進むと、月の地名は増えた。太陽系内の他天体の観測調査が進むにつれ、そこにも様々な地名が与えられた。地表があって詳細な観測の可能な基地の天体では、天体の大きさの違いに関わりなく、学術的注目にかなう密度で何らかの地名が付けられている。 昼外って言えば、注目度が上がらない限りつけられない。新発見の天体で、前述の諸条件が揃うようであれば、直ちにではないにしても、すべての特定地点や、特定範囲を座標のみで表すわけにはいかないのが、道理あり、自然発生的に、あるいは計画的に、地名が考え出される。地球型惑星、地球、火星、金星、水星や、衛星、月、 エウロパなどだけでなく、小惑星のような小天体にも地名は付けられてい、場合があり、20カ所近くの地名が付けられている、小惑星糸川などは恒例であろう。また、地表が存在せず、ガスを主成分とする木星型惑星の場合、通常的に言う、地名に当たる固有名称は用いられない。しかしながら、このような天体には、数十年、数百年もの長きにわたって定されたように位置の、 変わらない特定地点がいくつか存在するのであり、このような地点に付けられた固有名称を地名と呼ぶ捉え方の下では、これらの天体にも地名は付けられているということになる。なお、太陽の場合は、その表面に長く存在し続ける特定地点は生まれないため、この天体に地名が付けられることはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。